こんにちは、三浦ひろきです、本日のテーマは成功習慣を毎年積み上げるというテーマでね、お話をしていきたいなというふうに思います。で、もしですね、自分の人生をもっと良くしていきたいとか、成功していきたいとか、収入をね、上げていきたいというふうにですね、思ったら、やはりですね、行動をして、結果をね、変えていくっていうことがとてもね、重要になるんですね。はい。で、ただですね、行動をしていくっていうふうにですね、言っても、じゃあね、日々ですね、毎日、良いね、行動していこうというふうに思っても、なかなかですね、行動できないっていうことありませんか。はい。で、そのじゃあ行動をですね、苦なくですね、やっていくためにはどうしたらいいのかっていうことなんですが、これはですね、今日言う、習慣を身につけていこうということですね。はい。で、習慣っていうのも、いい習慣もあればですね、悪い習慣っていうのもね、あります。で、私自身ですね、数年前まではですね、本当に、悪い習慣のですね、塊だったんですね。例えばですね、毎日お酒を飲むとかですね、喫煙習慣があるとかですね、起きるのが遅いとかですね、運動もしない、本も読まないとかですね、こういったですね、成功にはですね、程遠いようなですね、習慣ばかりだったんですね。はい。で、こんなですね、状態では毎年毎年ですね、年がですね、過ぎれば健康状態も悪くなる、パフォーマンスも悪くなるというふうにですね、本当にですね、危険を感じてですね、僕自身はですね、人生を変えたい、そういうふうにですね、思って、今からね、数年前ぐらいからですね、この毎年毎年ですね、一個ずつ、習慣をですね、良くしていくというですね、そんなですね、ワークをしていくことが、していくことをですね、しました。で、いきなり、いろんなですね、習慣をですね、良くしていきたいという気持ちは分かるんですけれども、毎年毎年ですね、いきなり全部はですね、なかなかですね、習慣良くならないので、一個一個ですね、クリアをしていくっていうことが大事です。はい。で、例えばですね、私自身が今ね、できているのはですね、お酒をやめるっていうのも、お酒を飲むっていうですね、本当毎日毎日飲むっていう習慣から、本当にですね、1ミリもお酒を飲まないっていうですね、習慣になったりだったりとか、タバコっていうところもですね、僕の時代はですね、言い訳ではないんですけれども、キムタクとかがですね、こうタバコをかっこよくね、吸うのが、トレンドというかですね、もうタバコはアクセサリーですよっていうですね、そういう時代にいましたので、結構ですね、みんながね、タバコ吸ってて、僕の年代とかはですね、そういうね、文化が根強かったんですけれども、やっぱりですね、健康をね、考えていった時に、あとは時間ですね、時間を考えていった時に、やめるっていうね、選択をして、タバコもね、やめることができましたね。あとはやっぱりね、早起きね、成功者はね、よくね、早起きね、するっていうふうに言いましたけれども、早起きとか筋トレとかですね、本を読むとかですね、そういった習慣がですね、身につくようにね、なったんですね。じゃあどういうふうにですね、そのね、習慣をね、身につけることができたのかと言いますと、まずですね、あなたにやっていただきたいのは、どんなですね、習慣をね、手に入れたいのかっていうのをですね、書き出していただきたいんですね。はい。あなたは今のですね、ライフスタイルを良くしていくためにですね、どんな習慣をですね、身につけていきたいですかと。で、良い習慣っていうと、なかなかですね、思い浮かばないね。例えばね、お酒を飲まないとか、タバコを吸わないって、運動するとか、筋トレするとかですね、そういうのは、思いつくかもしれませんけれども、なかなかね、思いつかなければ、ぜひね、検索をしてみてください。良い習慣とかですね、そういう検索キーワードを入れるとですね、これもいい、これもいい、これも取り入れたいね、これも人生の中に取り入れたいというですね、そういったですね、習慣のですね、項目っていうのがね、いろいろ出てくると思うんですね。例えばですね、私ですと、ね、昨日ね、良い習慣ってね、他にないかなっていうふうにですね、調べたら、夜ですね、スマホを見ないとかですね、睡眠を7時間以上取るとかですね、あと やりたいのはね、日記とかね、つけたらね、人生変わるよっていうね、そういうの見て、本当にね、日記とかね、つけてみたいなっていうふうに思ったりとか、あとは片付けですね、整理整頓とかですね、そういうのをですね、全部ね、やっていきたいなっていうふうにですね、思っております。はい。なので、あなた自身もどんなね、習慣をね、手に入れていきたいのかっていうのをですね、まずですね、書き出していただければなと思います。で、そのうちの、2個から3個ぐらいですね、ピックアップをして、今年こそはですね、絶対その、ね、習慣を、ね、身につけるということをですね、目標にね、目標をですね、書く、目標を、ね、紙に書いていただきたいんですけれども、その中の習慣っていうね、パートをね、作っていただきたいんですね。で、今年の習慣、それがですね、今年じゃなくても、今月の習慣とかでもいいですけども、そういったですね、1年とか、3ヶ月とかですね、そういうスパンで、徹底的に意識をね、するようにしてください。で、そうやってですね、僕自身も、今年こそはですね、お酒をやめようというふうに考えてですね、
今年のね目標のところに習慣っていう項目を作って、お酒をやめるとかね筋トレをするっていうですね、まあ2個とかね3つぐらいですね習慣、今年は絶対にこの習慣をね手に入れるんだっていうことを、意識をしてですね、そうやってですねあの目標、そういったね習慣っていうのを一個一個ですね手に入れていったんですね。はい。で、僕自身がですね今ね完全にねあのできているのが、まあ、お酒、タバコ、筋トレっていうのは結構ねできております。はい。で、あとですね今年の、目標としてはですねストレッチですね、まあ、結構体硬いのであのしっかりとねストレッチをする習慣っていうのをね身につけていきたいなとかですね、あとは本を読むっていう習慣ですね、本を、そんなにね読めないっていう習慣からですねトレーニングによってですね本をねあの、まあ、月にね10冊ぐらいはね読んでいきたいなっていうふうにも思ってますし、あとはねこういったね情報発信とかもどんどん習慣化をして、やれるようになっていきたいなというのがですね今年の目標になっております。ぜひですねあなた自身もどんなね習慣をね身につけていきたいのかっていうのをですね、一回ね、書き出していただいて、それをですね、毎年毎年ですね 2,3 個ずつですねクリアをしていってですね最強のですね、自分、習慣を持ったですね、自分自身になっていただければなというふうに思っております。はい。ではですね今回のテーマはですね、成功習慣をですね毎年積み上げるというですね、そんな、テーマでお話をさせていただきました。ではですねここ軽井沢からお届けをしました。またお会いしましょう。ありがとうございます。